こんばんは。今夜もおしゃべり動画を、アップさせていただきます。この息子へね、編んでいるマットの編み方を簡単な説明をしたかったんですけれども、針のサイズを変えたらすごく良くなったのでね、その良くなった方をお伝えし直したいなと思っています。ここに書いてあるのはちょっと緩めなんですね。私の手に負担がかからないようにゆるくゆるく編んでいたので楽には編めるんですけれども、できた感じがこの真ん中の方がね、すごくシャキッとして綺麗になったので、今度真ん中の方のレシピをお伝えしたいと思います。で、YouTube で検索してみると、クラシカルヨーヨークロッシェ、クラシカルヨーヨークロッシェっていうことで海外のサイトで出てきます。私はポルトガル語のサイトが分かりやすかったんですけれども、他にロシア語とか英語とかのサイトがあったので、昔から伝わっている編み方なのかなと思います。ちょっとね、鎖編みで輪を作って、でまた鎖編みで立ち上がって、長編みね、外国語では何だかな、ダブルトリプルなんか、もう一回ちゃんと調べておきます。そういう、ステッチを17本入れて全部で18本の柱を作ります。でその後長編みの2目一度を9回するんですね。それだけです。すごくシンプルな形なので、その最初の18本っていうのを数えられたら、あとはもうぼーっとテレビ見ながらでも作れるんじゃないかなと思います。ただね、ちょっとこのダイソーさんのアクリルヤン、私慣れてないっていうか、いつもゆるくでしか編んだことがなくて、しっかり編むのは私の手にはちょっとしんどいです。なのでね、対策を編む時なんかはちょっとね、作ってみて確かめて使われるといいと思います。私はもうどの糸を使ってもゆるく編みたいのでね、ちょっと皆さんの参考にはなかなかならないと思うんですけれども、まあ簡単で可愛いのでこんなんですっていう簡単な紹介をさせてもらおうかなと思いました。ここから編み方を見てもらいたいとか、そういう素振りも私の画面の中の私はするかもしれないんですけれども、もうラジオ的な感じで聞いてもらえたら嬉しいなという感じで、いつものおしゃべりに入りたいと思います。で、何を喋るかはまだ何も考えてませんどうしようかなと思いながら、でも最初にコメントいただいたのでね、そのことには触れたいと思うんですけれども、また本の話でね、東野圭吾さん今ゆっくり読まれてるってお返事いただいて、私もね、最近どうもね、本の読むスピードが超遅くなってます。だから今自分が読みたい作家さんが山積みなのに全く追いつけないという感じで、今は東野圭吾さんもだいぶ読んでないんですよね。で、今の新刊も何が出てるかが分からなくて、で今私がハマってるのはもう西加奈子さんです。どっぷりハマってます。以前何週間か前に桜を読んでたと思うんですけれども、今はねさらばを読んでいます。さらばのねブックオフで単行本を買ってきたんですけど、上下あると思って
張り切って買って帰ってきたんですけど、どうやら上中下に分かれてるみたいでね。この本は、直木賞受賞されているのでね、すぐに図書館で予約したんです。で、1年かそれぐらい待って回ってきたんだけど、読めずにね、2週間で返却日が来て、読めないっていうのはこう開いても全く受け付けられなかったんですね。で、それからまた日にちを置いて、よかったよかったっていう評判ばっかり聞くから、また予約を入れて、2回目にね借りた時も読めなかったんですね。で、そう、読めない時は本当に自分が読むタイミングじゃないんだなって。私ね、みんながいいっていうものをね、なかなか気がつけないところがあって、本当に思い出すのが、ドリームズカムトゥルーのドリカムね、ドリカムのアルバムが1枚2枚って出た時に、聞いてもね全然分かんなかったんです。あ、歌ってはるわっていうだけで、なんかその辺の感覚がねずれてるっていうか、今はね、なんかやっと追いついたっていう感じでね。何でもそうなんです。ちょっとね、みんなよりだいぶ遅いんです、気がつくのが。そう、遅いんです。まあのんびりとね。だからみんなと一緒じゃなくっていいっていうのにね、気がつかないね。どうも自分が遅いっていうのは分かってたんだけど、みんなに追いつきたい追いつきたいと思ってたのかな、並びたいっていうか、それがなんか焦りになったりねしてたのかもしれないですね。もう自分のペースっていう、開き直っていくしかないですよね。で、そうです。で、この間ダイソーさんのアクリル毛糸を買ってきたのでね、毛糸を入れておくカバンが欲しかったんです。もう一つ編みかけを入れておくバッグがね。で、それをね編んでみようと思って編んでたんですけれども、もう何度もほどいて何度もほどいて、今日はねそれで一日編み時間は終わってしまいました。こうね、欲を出したんですね。いろんな方がいろんなバッグをね作られているから、誰とも違う私のバッグを編みたいと思ってしまったんですね。似てない、誰にも似てないのが編みたいと思って、それでもうぐちゃぐちゃになりました。もうね、細編みと長編みとの組み合わせじゃないですか。あとはいろいろね、いろんなちょっと可愛いのがあったりあるけど、まあ基本一緒ですからね。で、入れたいものっていうのがこのサイズっていうのがあるからね、だいたい形にできますよね。そこを長方形にするか楕円にするかぐらいで、そこを三角にしようとか五角形にしようとかっていう技術はないし、そう、なんかこうねえ、なんかドラえもんの顔みたいなのが作りたかったんですけど、まあそこのドラえもんの顔みたいなっていうところでもマネーなんですけどね、青い毛糸と白い毛糸でね、これドラえもんになるなと思って、まあ、そこのドラえもんみたいになるなっていうところでなんか間違えてるような気がするんですけどね。オリジナルを作るっていうのは難しいですよね。勝手に手が動いてて、あかなこかなってシンプルにやればいいのにね。なんか今日は、あ、私って面白いなって思って、
ケートを片付けました。あ、それからね、今日は割と YouTube を見てる時間が長かったんですけれども、あのお片付けチャンネルを最近見てるんです。で、あのビフォーアフターでね、あ片付いたとか、あこういう風にしたらいいんやって見て、あそうかそうかって思って、結局自分は片付けてないという気持ちだけなんかね、すっきりして、あ片付いてよかったねって、この画面の向こうの人がね片付いただけで、私はずっとこうゴロンと転がってるっていう感じで、でそうなんです。でその中でね、一つやろうと思ってなかなかできてないのが、台所のね賞味期限のものをまず捨てましょうっていうアドバイスがあったんですね。なかなか捨てられないとかもったいないとかってあると思うけど、賞味期限が切れてるのは捨てれるでしょっていうことなので、あ最近ちょっとうちの台所寒いんでねあんまりね、しっかり見てないんです私もう手前のね、いつもの大根といつもの人参といつものじゃがいもばっかりで、奥の方に入ってるものってちょっと怪しくなってきてるのでね、明日はその辺をしようかなと宣言しておきますするかなそう、知らない間に賞味期限切れてね捨ててしまうっていうのは、あの保存食でよくやってしまうんですけどね、缶詰何年置いとくんやっていう話なんでね、明日はちょっとしてみたいなと思っています。あでもできるかな、でも言っときますそう、このこちらのね息子のクッション、3つ、片一辺が3つなんですけど4つにしてって言われたので育ててるところです。ね、つなぎ方も簡単なのでね、またの機会にお伝えできたらいいなと思います。もっと喋りたいことがあったけど今日はここにまでにしときます。あそうなんですこのボードちょっと意味がなくて気にしないでください。ボードの説明をしたかったんですけれども、ちょっとね、見ていただくとややこしくなるだけなので、今日ちょっとよれた観音様の写真を貼っておきます。いつもね綺麗にお掃除されてるみたいでね、気持ちよかったです。今日もありがとうございました。またおしゃべりします。